真瀬セ昌林は、安土桃山時代、江戸時代初期の医者、真瀬道蔵に入門し、医術を認められて、仮名を継いだ。豊臣氏に仕え、大木町上皇、郷姫、御用勢上皇等の病を治した。その後、徳川家康に従い、江戸に移り、江戸幕府を食いし与は人間の子祖となった。美濃国の一柳氏の一族で、一柳千鷹の抜損である。 女神の子という、天正四年、真名瀬道蔵に入門、天正十年提発し、養安と合した。天正十二年、豊臣秀吉に越見し、豊臣秀治に仕え、文禄元年一月、秀治より、大見国内二百五十国を賜った。また、文禄元年、大木町上皇の病気に対し、薬を献上し、回復したため、十二月二十八日法院に除せられ、 天皇の命で、楊安を楊安と改めた。楊安の字は、純子による。文禄四年、秀吉の命で、浮っきた秀家失郷姫を治療し、法姓として、朝鮮出兵で得た書籍や美衆新化作賞等を賜った。慶長五年四月二十六日、御用税条項を治療し、隠語を許された。慶長八年少林安、後の玉林院を創建した。 慶長10年、徳川家康に従い寸府、江戸に移り、慶長13年より今王子近きを、中来重信、世役院総白と共に、半年ごとの臨番での江戸金番となった。徳川秀忠五番を務めた後、知事し、慶長16年8月9日死去し、京都少林院に葬られた。ABCDEFGH、完成重所諸夏不まき。 第 593ABC 町、泉都市を、瀬洋和人間と朝鮮本位書、日本思想文化研究第2巻第1号、2009年。ありがとうございます。